こんにちは、スタイリストの上山俊です。今回の動画ではユニクロの夏服はこの3点だけあればいいというテーマでお届けをしてみたいなというふうに思っています。まあ、5月って結構初夏というだけあって暑い日が続くかなと思うんですね。まあ、そんな時に持っておくと便利なアイテムをですね、今回は皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、ユニクロの店内ってめちゃくちゃ服がたくさんあるので、どれを選んでいいかわからないという方も多いかなと思うんですね。まあ、ただその中でプロ目線でですね、服を見てみると 本当に買うべきものというのはある程度絞られてくるのかなと思っています。今回ご紹介する3点があればですね、結構初夏の着こなし、またこれからですね、夏を迎えるにあたってガンガンですね、着こなしの中で活かせるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人のダンスに向けてメンツファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからは具体的にユニクロのですね、夏に買うべきアイテム、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1点目、今僕が着てるこちら、オープンカラーシャツですね、価格は2990円ということで、まあ、これは非常によくできたアイテムだと思っています。そもそもこのようなオープンカラーシャツっていうものはですね、ここ数年トレンドアイテムとして、様々なショップで取り扱いがされてきました。もちろんユニクロでも長くやってるんですが、今はもうトレンドアイテム、 アイテムというよりは定番的な位置づけに変化してきてるかなと思います大人の男性であれば1枚持っておきたいアイテムの一つになっているかなと僕は思ってるんですけどもやっぱり夏場の主役のトップスとしたら t シャツこれがですね多くの男性着ることが多いかなと思うんですがまあこれはこれですごくいいと思います後ほどまたご紹介したいなと思うんですけどもただ t シャツ1枚だとどうしても小綺麗に見えないというかあまりですねおしゃれに見えづらいっていうところも正直あるんですね少し綺麗めに吹 作った方が人との違いも出しやすいというところではシャツですねシャツが持つ小綺麗さというところをうまく使ってあげた方がいいかなと思うんですがこのような半袖のオープンカラーシャツはシャツの小綺麗さ、襟付きの良さもありつつちゃんと半袖になってるのでまあ、快適に着れるというところではすごく使い勝手がいいんですね僕もいろんなものを買ってきましたがユニコのオープンカラーシャツというのはまずはデザイン的にはかなりオーソドックスなんですね特にこう特徴があるようなですねデザインではなくて非常に定番的で使いやすいような デザインになっているかなと思いますでサイズ感なんですが従来のユニクロだと結構ジャストサイズが多かったんですがトレンドにですね合わせながら少しこうゆとりを持たせたようなサイズ設計になっていましてこちらはですね M サイズを僕が着てるんですね身長164センチ53キロの僕で M でちょっと緩めのサイズ感でちょうどいいんじゃないのかなと思いますおそらく数年前のユニクロのオープンカラーシャツと同じサイズ比べてみてもちょっと緩さは出てるんじゃないのかなと思いますまあ、肩のラインがすごく落ちてるかというと とそこまで大胆なゆるさではないんですが、身幅だとか袖丈の長さだとかこの辺りを見ていただくと、やはり超ゆるサイズというところが実現されていて、ユニクロも日々アップデートされてるんだなというところを改めて実感できるかなと思います。まあ、素材はですね、コットンとレーヨンの混紡素材になっていまして、おかげで滑らかな質感ですね。触った感じもツルっとしていて心地がいいのと、あとはドレープ感っていうんですかね、少しこう微光沢があって。 揺れる感じといいいうのののがが美しいのがユニクロのオーープンカラーシャツになっていますこのような質感のシャツが2990円で手に入ってしまうというのはちょっと怖いぐらいの感覚なので、まあ、非常によくできてるかなと思います。カラー展開は4つ用意してありましてブラックホワイトのような定番的な色とそれに加えてベージュオリーブという2色があるんですね。で、個人的に一押しなのはブラックだとかホワイトのようなオーソドックスな色これは鉄板でいいんですけどもどちらかというとベージュとかオリーブのような ような明るるさのある色こういったものが持っておくと便利かなと思っています。まあ、これらの色って失敗するとやぼったかったりだとかチープに見えるんですがユニクロのベージュオリーブというのはすごく仕上がりが良くて今着てるこちらのベージュも少しグレーが混ざったような上品な見え方のベージュになっていますので1枚でもちゃんと主役として活躍してくれるようなアイテムかなと思います。コーディネートも簡単で内側に白 T を着てください。そしてその上にこのベージュのオープンカラーシャツを着てもらって で、あとボトムスに関しては、上半身が明るめなので、ブラックだとか、ダークグレーだとか、ネイビーだとか、そういったもので、ギュッと引き締めてあげれば、それだけで着こなしが完成してしまうので、結構使い勝手がいいと思います。これがブラックのオープンカラーシャツだと、結構シンプルなので、ボトムスブラックだとですね、ちょっと重たい感じがするんで、めんどくさがり屋の僕としては、ボトムスは変えずに、上だけ変えてしまえば、すごく着こなしがサクッと完成するかなと思うので、ぜひ試していただきたいなと思っています。まあ、ベージュもいいんで ですがこのようなオリーブですねこちらもね、やっぱり色味としてはすごく良くて、やぼったいオリーブではなくて、少し明るさのあるオリーブなので、こちらの方もちょっと実際に着てみたいと思います。 はい、ということで、オリーブの方に着替えてみましたが、いかがでしょうか個人的には大満足ですね。ベージュも良かったんですが、結構悩みますね。このオリーブも先ほどちょっと触れた通り、少しだけ赤ぬめのオリーブで、ミリタリーっぽさだとか、男臭さっていうのが、うまく抜けたような上品なオリーブになっているので、これも持っておいて間違いがないかなと思います。2990円でオープンカラーシャツ買えるんだったら、僕は2色ぐらいバリエーションあった方が、おしゃれに見えやすいかなと思うんですね。 ね、夏の着こなしとしてトップスを変えるだけで全然雰囲気が変わってしまうかなと思うので、ベージュとリーブ両方持っておいてもいいし、あとはブラックを着て、ボトムスをホワイトにしちゃうっていうのもすごくいいかなと思うので、ユニコーンオープンカラーシャツは2枚持っておいて間違いのないアイテムなので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いて2点目は皆さんもご存知のこちらですね。ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね。まあこのシリーズは僕は数年かけて結構いろんな色を着てきました。おそらく10枚以上買ってきたかなと思うんですね。まあその中でもベーシックな ホワイトだとか、ブラックだとか、そのあたりもすごく使い勝手がいいかなと思うんですね。ホワイトも先日動画でやりましたが、まあ、清潔感があってサイズ感ゆったりめなので、シンプルになりすぎないところが一番の良さだと思うんですけども、まあ、このようなホワイトだとか、ブラックでシャープにですね、まとめるのもいいと思うんですが、結構空張りが豊富で、その時々でどんな色があるのかが変わってくるのが、この T シャツの良いところかなと思っています。僕が今着てるのは、これパープルという色合いなんですね。 今、現行でお店に置いてあるパープルって、もっと濃いめのですね、パープルだったりするんですが、今僕が着てるのは、もうオンラインでは在庫がほとんどないんですけども、ちょっと淡い感じのパープルで、これがですね、かなり気に入っていて、1枚で着てもですね、しっかりとアクセント効果があるようなカラーなので、よく着ている色合いになります。ちなみに、サイズはですね、ちょっとゆったりめになっているんですね。先ほどのオープンカラーシャツよりも、もっと大胆に大きくなっているのが、ユニクロ U の T シャツの特徴 だったりするんですが身長164センチ53キロの僕でこちら m サイズを着ています s でも悪くはないんですがもうちょっとトレンド感出したいので m サイズぐらいがいいと思いますしもっとトレンド感出したい方はさらにワンサイズ上げるのも全然いいかなと思いますまあ、それぐらい今っぽいシルエットになっているので使い勝手のいい t シャツかなと思いますで今まで僕がユニクロ U のエアリズムコットン買ってきた中で一番気に入っていうのは実はですねこのグレーなんですねこれも今 今在庫あるんですかねこれも絶対にずっと置き続けてもらいたいぐらいの名作カラーだと思ってるんですが、ブラックだとちょっと重たいよなぁと思うんですけども、このようなダークグレーだと、ブラック同様のシャープさもありつつ、ブラックのパンツと合わせてもちゃんと色の差がつくので、モノトーンでまとまりやすいんですよね。このしっとりとした都会的なダークグレーが大のお気に入りで、これだけで3枚買ったぐらいですね、非常に気に入ってるんですが、今在庫あるんですかねちょっと僕も後 ちょううどチェックしたいなと思うんですが、まあ、このようなカラーだとか、ちょっと綺麗な色ですね。普段着ないような色にトライしてみるのも、ユニクロ U のエアリズムコットンの良さではあるかなと思うんで、現行で売ってるものの中では、ブルーですね。ちょっとこう、曖昧なブルーというところが、ユニクロ U らしいなと思うんですが、 ドシンプルなネイビーだとかブルー系ではなくて少しこうくすみ感があるようなブルーでなかなかいいカラーリングになってるかなと思うので僕も後ほどですね買ってみたいと思うんですが人とはちょっと違うようなカラーを楽しむのもユニクロ U のですね醍醐味かなと思うのでこのあたりの T シャツもまあ少なくとも2枚3枚ぐらい持っておいても便利かなと思うのでぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思いますただどうしてもですねシンプルになりがちな T シャツは手元ですね結構このあたりが重要で例えば 時計をしてみたいだとか、まあ、場合によってはちょっとこうバングルだとかアクセサリーを足しながら、少しですねおしゃれに見えるような工夫をした方がよりバランスがいいかなと思います。で、このユニクロの T シャツに関してはもう街でも着ている方がだいぶ増えてきたので、こことちょっと差別化をしたい方は以前ご紹介した無印良品のですね T シャツですね、このポケットの付き方だとか人との被らなさというところはすごくですね新たな対抗馬として出てきているところかなと思うので、そのあたりも含めて比較検討していただければなと思います。 と思っていますはい、続いてラスト3点目はですね、今来ているこちら。 ユニクロのですね、プレミアムリネンシャツですね。価格は3990円ということで、これまたもう長くやってるユニクロの名作のアイテムの一つかなと思っています。まあ夏場のシャツの定番として、このようなリネン素材のものというのは、やはり1枚持っとくと便利かなと思ってまして、一番最初のオープンカラーシャツ、あれはコットンとレイヨンのコンボ素材だったかなと思うんですが、まあ半袖バージョンもあっていいと思うんですけども、長袖があるとですね、やはりちょっと大人っぽく見えるんですね。 身の腕あたりを見せたくないという男性も結構いらっしゃると思うんですねまあ、特に体型がちょっと気になる方はこのあたりを隠せるような長袖シャツを腕まくりして着るという方がまあより大人っぽく上品に見せられるかなと思います特に40代以上の男性であればリネンシャツはすごく便利なのでぜひ1枚持っておくといいんじゃないのかなと思いますまあ、今僕が着ているのはプレミアムリネンなんですがスタンドカラーのコットンリネンのものだとかそういったものもあるのでそちらで代用するのもいいかなと思います僕が 来てるのはちょっと去年年ののもでで色味がが濃いブルーになってるんですが今年のブルーに関してはもう少し明るめのカラーでより清涼感が出せるので、まあ、そちらの方を選んでみるのが個人的にもいいかなと思っています。まあ、デザイン自体はすごくベーシックな形になってまして、サイズ感もそんなにゆったりめという感じではないんですね。まあ、ジャストサイズに少し緩さを加えたぐらいなので、大人世代には使いやすいようなサイズ感なんですが、まあ、もうちょっとトレンド感出したいよねという場合は、ワンサイズ上を選んでもいい いいいかなと思いますちなみに僕は身長約 64cm53kg でこちら M サイズです。普段のシャツのサイズ感に比べるとちょっとタイトかなという感じはするんですが、だからこそ大人世代には使いやすいようなサイズ感になっているかなと思います。着方はいろいろとあるんですが、白 T シャツの上に着て、第1ボタン、第2ボタンぐらいを開けて、ちょっとこう白 T を覗かせてあげる。そして腕まくりをしながら手元を見せるという着方が、まあ、ちょっと今っぽくていいんじゃないのかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思います。 ブルー系のシャツだったらブラックのパンツだけではなくてホワイト系のパンツなんかで清涼感溢れるような着こなしも合うかなと思うのでぜひそれも含めて試してみていただければなと思っています。 いやーいかがでしたでしょうか、皆さん。今回の動画では、ユニクロの夏服はこの3点だけあればいいということで、数あるユニクロの商品の中から、ぐぐっと厳選して3つだけご紹介させていただきました。まあ、どれもですね、目新しさがあるというよりは、ここ数年、ユニクロでしっかりと展開しているものが多かったと思います。まあ、それだけですね、ユニクロのアイテムというのは、年々アップデートをされていって、今の時代にあったものだとか、よりですね、皆さんのニーズを応えたようなアイテムにアップデートされている かななとと思思ううののでで皆さんもすすね改めてててこれらのアイテム見ていいいいたただきにっま正直ですね、最近はどこも服が値上げして安くなくなってるんですね。そんな状況下においてユニクロのこの価格帯で高品質でなおかつデザインのバランスが取れたものですね、買えるのは非常にありがたいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、なるべく予算を抑えながらおしゃれを楽しむというところを実践していただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に メンンズファッションの基本ななるるべくくかりやすす解説したいなと思ってるんですが普段僕の動画では取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランドだとか様々なニッチなブランドに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構詳しめに解説をしています週に3本のオリジナルの動画とそれに加えて1本ですねライブ配信もやっています皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で展開してますので気になる方は こちららののの動画の下の概要欄からチェックをしてていいいたただきたいなと思っていま,すまた、普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、そんな方のために、オンラインサロンというものもやっています。そちらの方では、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をですね、定期的に配信をしています。僕もですね、毎日更新をしていますし、僕以外のスタイリストだとか、専門家の方も記事を書いてくださっています。また、それだけではなくて、参加者の皆さんも記事を書くことができますので、様々 様々なおしゃれ好きの方が集まれるようなコミュニティになっています気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに